天狗堂のベビーカステラベビーカステラとは、ホットケーキカステラのような生地を球状に焼いたもので、いわゆる粉物の一種である。専用の機械を使って、台状の型に生地を流し込み蓋をして、数回反転して焼く。祭りの敵屋や,や縁日でよく売られ、家庭では、たこ焼き器を使用して作られることもある。人形焼きのあんなし、カステラ焼きと同様で、あんを入れないものが主流となっている。 なお、形状の似る、高市の鈴カステラとは別物である。1918年に関西地方の露天組合である金城組が売り出したものがベビーカステラの発祥とされている。関西で生まれたベビーカステラは、戦後、露天商組合の金城組の商店が東京へ進出し、関東でもベビーカステラが認知されるようになった。一方、 粉物文化のない東北地方では、ベビーカステラよりも、まんじゅうなどで、馴染みがある大判焼きの方が主流なため、現在でもベビーカステラ自体を知らない人が多くいる。関西、兵庫県では地域ごとに、オリジナル名が数多く存在し、中でも明石周辺や淡路島では、表面だけ焼いて、中は半熟の状態で供されることもある。他に、三重県ではピーピー焼き、 東京ケーキ、チンチン焼き、小炉焼き、福玉焼き、卵焼き、ピンス焼き、コンチネンタルカステラ、ドラちゃんカステラなど、非常に多くの名称が存在する。移動販売による FC など、販売店の形態も様々である。新舗三島屋の大将、三島屋の、ベビーカステラの屋大製、福屋おたる本店、ありがとうございます。